例えばそれをどんな心構えでやってるんですか、それどんな思いでやってるんですか、それ何のためにやってます、こういうのをあり方と言います。あり方、例えばね、これそう、心構えって書いてあるでしょ。心構え、みんな聞いたことあると思うんですよ。今まで何度も心構えが大事だって言ってくれる先生も親もいたと思うんですね。ものすごい大事ですよ。ちょっと考えてみてください。心構えって何、心の構えですよ。心の構えです。ある意味これが人生決めて、決めていきます。私ね、小中高と剣道やってたんですよ。剣道って当たり前ですけどね、構え大事なんです。構えたとこ見ればね、大体わかりますよ、その人のレベルが。構えただけでです、それぐらい大事だってことです。はい、心構えって何、心の構えでしょ。これ大事なんですけど、心の構えは表に出てきます。表に出てきます。皆さんの姿勢になって出てきます。さっき姿勢が大事だって言ったでしょ。そういうことなんですよ。心の構えって姿勢になって出てくるんですよ、皆さんの。だからその心の構えが良くなかったら、もう何やってもうまくいかないですよ。どんな分野に行ったってうまくいかないんですよ。